名前は横太郎です。で職域はクリエイティブディレクターをやってます。で仕事の内容はですね雑用で記憶に残った出来事はたくさんあるんですけれど、いろいろ言うとまずいので今日ここでは言わないです。はい、よく聞かれるんですけれど、別に暗い世界だと思ってなくて、強いて言えばインスピレーションの源は現実世界だと思っています。まあ、女性キャラを題材にしようと思ったのは他のいくつかのが全部ボツになって残ったのがこの案だけだったっていうのが、まあ正直なところなんですけれど、であと女性の特質がゲーム全体にどんな影響を与えるかっていうのは僕ちょっと正直よく分かんないですね。別に同じだと思います、男が主人公のゲームと。はい、まあ、シリーズっていうと3作目までを含めた内容だと思うんですけれど、まあ、そもそも3作目のシナリオの内容とかこれ言えないですよね。多分こう発売前のインタビューだと思うので、こう交互期待くださいぐらいしか言えないんで大した言うことはないんですけど、まあ、ドラゴンドラゴンを10年やって自分自身の感想というか内面の心情っていうのをちょっとお話ししたいなと。特にこれ英語で字幕がつく予感がするので、英語圏の人にあんまり言ったことがないことをちょっと言ってみようかなと思います。僕昔からゲーム表現の可能性はですねすごくいろいろ広いと思ってたんですね。例えばもっといろいろできる、こうゲームの機能が進化してもっといろんな豊かな表現があると思ってたんですけど、でも意外とそこには制約があってですね、許されてることがあんまりないずっと思っていて、例えばフルプライスの7800円とか、まあ、英語で言うと何ドルか分かんないですけど60ドルぐらいですかね、60ドルとかのゲームを買って3分で終わるようなゲームを作りましょうって言っても、まあ、それ作れないわけですよね。やっぱりそこにはそのよく分からない見えない壁がある。その例えばその3分が世界で一番美しい3分だとしても、それはまあ社会的な要求だったりそのこう需要だったりしてこう作れないというのが実情なんですね。で、まあ、そうした隠された制約というか見えない壁の中の一つにですね、やんなきゃいけないことの中に僕ら殺すゲームを作ることを求められるんです。なんかを殺すっていう。で大体のゲーム、世の中に出てる多くのゲームは殺すゲームがすごく多くてですね、まあ、殺さないにしてもその誰かよりも優位に立つ、スポーツとかそうですよね、誰かを倒して上に立つとか、まあ、そういうゲームがすごく多く採用されていて、まあ、実際そのゲームをお客様が好きだっていう構造があって、でついでに何より作ってる僕がその誰かより有利に立つっていうのがすごく好きだったんですね。それで昔からそれについてどうしてだろうって よく考えてたんですよ。でその時その10年前ですね、ドラコンドラゴンを作った時に、まあ、殺すってことは何だろうってことを考えて、当時の他のゲームとかいっぱい見てたんですけれど、100人敵を倒しましたみたいな、100人突破撃破みたいなことすごい自慢げに言うんですね。でちょっと冷静に考えると100人人を殺して自慢するっていうのはちょっと僕正直感性としておかしいなと思って、殺人鬼ですよね、 100人殺したら、まあ、その狂気の沙汰だって思ったんですよ。だからドラゴンドラゴンの時は主人公の軍団を、まあ、この狂気の狂った人たちの軍団にした、正しくなくて狂った間違った人たちの話にしようと思って作ったんですね。ところが次のニアってゲームを作ったんですけれど、その頃には911とかイラク戦争とか経て、まあ、どんどん世の中がテロとかの情報がいっぱい日本にも入ってきて、でその時にちょっと考えが変わりまして、人間は自分が正しいと思ってれば狂ってなくても人を殺せるっていうことをちょっとなんか世の中から感じたんですね。でニーヤの内容は人は自分が正しいと思ってれば相手を殺せるっていう、そういう内容のゲームになって、みんなは全員自分は正しいと思ってる、そういう内容になってます。ゼロ、ゴー、defeat your sisters! No! You don't have the strength for this! These puppets are no natural and dragon! で、こういう話って、この、まあ、殺すゲームを、殺すことを考えるゲームだったっていう話は、正直、
僕の内面の話でお客さんには関係のない話だと思うんですね。まあ、その実際にこれらのゲームがどういうゲームだったかっていうのは、本来はプレイヤーさんは自分で答えを見つけるのがゲームだと思うんですね。で、まあ、それとは別に作ってる側の内面というか、まあ、そういうのはもや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 よく分かんないことをずっと考えてると。で、今回3作目ですね。まあ、3作目の今回は2作を作っても、まあ、答えが出なかった。こう何をしたらいいのか分かんなかった。で、3作目の内容にはちょっと話がどうですとか雰囲気がどうですとかっていう話はできないので、こう触れられないんですが、まあ、一回転してあさっての方向に向かった、まあ、ちょっと変な答えを描いてみたんですね。まあ、それをやったんですけれど、結局はそこになんかこう自分なりの答えはないというか、まあ、答えがないことを描いたのが3作目だったっていうのがその自分の中の結果だったんですけれど、まあ、そのこれドラゴンドラグーンの3が、まあ、日本では発売されたんですけれど、まあ、これがおそらく発売されても世の中に殺すゲームはずっと蔓延したままで、すいませんポジションを直しました。テロや格差による飢餓はなくならないし、企業間の争いも消えないし、学校では友達よりも良い成績であろうってみんながこう争ってるわけですよね。もうこの他人よりも優位に立ちたいっていう世界は全くその僕がゲームを作り始めてから10年変わらなかった。もう結論を言えば10年間ゲームを作って殺すゲームのことをずっと考えてたんですけど、世界にもゲーム業界にもそしてドラッグ&ドラグンシリーズにおいてもなんかこう変革や革新っていうことが僕は今回なかったっていうのが10年を経て3個目を作ったようやくのたどり着いた結論で、まあ、失敗だった、まあ、僕の内面では失敗だったっていうのが結果だったんですね。まあ、でも、まあ、そこででもって言ったのは僕はゲームにはやっぱりそのすごい可能性があると確信しているので、だからちょっとこうせっかく海外の、まあ、字幕がここにこういうふうに字幕が出てると思うんですけど、字幕があるので海外の開発の方とかにぜひお伝えしたいことがあって、まあ、そのこういう表面的にも機能的にも隠された壁っていうのはすごくたくさんあって、今後突破できることがすごいたくさんあると思うんですね。特にこのさっきの戦争や人を殺す話っていうのはテロや戦争の当事国に住んでる人にとっては比較的平和な日本と違っていろいろ答えがあると思うんです。で、そういうその壁をこう当たり前を当たり前と思わずに世界をちょっと何か変革を起こしてほしいと僕はすごく思ってるんですね。まあ何かこう僕すごいインタビュー嫌いなんですけれど、今日わざわざ出てきて何か話をする以上何かちょっと意味のあることを言いたいなと思って、今日はそれを最後にお伝えしたいと思います。というわけで今回の「ドラッグ・オン・ドラグーン3」を作り終えた僕の感想は以上です。それでは。Die! Zero!